どうも、短髪にして古着全部似合わなくなった添です。なるほどです。お願いします。そんな悲しい散髪あります？俺もびっくりした。まあ今回、はい、福太郎さんが愛用しているロイヤルネイビー、はい、いやもうバリバリ履いてますよ。これ前期型ですね、はい、今回後期型がね、へぇ、あの、何だっけ、ワイパー、ウェイパー、どうなんだっけ、ウェイパーは、あの、美味しいやつやから、あの、古着屋さんの、古着とか軍物そうですねとかを、うん、まあセレクトしてはる、はい、ワイパーさん、はい、でなんかロイヤルネイビーの前期型カーゴが、はいはいはい、コンディションランダムの状態で4000円で売られてる。福袋、前後期型のロイヤルネイビーカーゴが当たる、絶対に当たるけどコンディションは不明みたいな、おもろ感じのをちょっと頼んでみたんで、え、買ったん、買いました、どうなんですか、どうなんですか、ちょっとねお見せしようかなと思います。もう土井さんの結果見たのね。見ました、こちら、じゃじゃーん、おお、あ、これ、おお、え、めっちゃいいやん、ペンキだらけ覚悟してくださいみたいに書いてたのにペンキなしです。え、でもサイズもええ感じじゃん、これこれサイズは選べたんですよ。あ、サイズ選べた、めっちゃいいやん、これめっちゃいい感じで、めっちゃ、え、でむしろ逆にこう、これよりも若干こう色あせてきて、そうやね、古着っぽくなってきたぐらいって感じで、えー、じゃあ、うん、どうすんのと、どうすんの、古着に合わんなったのに。まあけど多いと思うねんな、カーゴパンツ夏履きたいけど、はいはいはい、その仕事の都合で髪短いとか、そうですね、そういう人のためにね、うん、今回はちょっと着こなしも、なるほど、単発のカーゴパンツ着こなし、はい、いいですね。まあね、これ後期型でこれ前期型で、まあ、はい、大まかな違いはね、うん、他のまあ YouTuber さんがよう言うてるんであっさりしますけど。はい、まあこのね、サイドポケットがこれはこうね、横にパッとついてるんですかね、垂直というか、うん、直角についてる、これはなんていうか、このインタックの、うん、なんていうかトラウザーにそのまま横にね、はいはいはい、ポケットつけましたよみたいな、かっこいいですね、感じなんですけど、うん、はい、こっちはもう作りからね、もうバキバキに違って、バキバキっすね、もう立体裁断的なね、なんか、うん、この辺ね、あの股のここはなんかあれなんでしょ、うん、こうなんか当て、丸に出して、ね、そう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 、動きやすいって、動きやすさとかをもう向上させて、そうね、この裾、そうそう、裾ゴムとかね、うん、いや、いいっすね、まあ、そういう感じでちょっとこっちの方が武骨さがアップしてる、うん、そうね、うん、こっちはちょっとなんていうかね、お綺麗な衣装系がまだ残ってますね、うん、っていう感じの違いがあって、はい、まあ、福太郎さんはね、もう横に髪をなびかせてるぐらいお上品な方なんで。いやいや、反射よ、一歩間違えは反射よ、こんなの自分で言う自分で言うタイプね、言われましたから。まあね、今回じゃあ、はい、カーゴパンツ、はい、まあ、どうやって履けばこう誰でも履きやすくなるねんっていう、そうですね、話なんですけど、はいはい、まあ、やっぱりね、うん、マッチョマンの人は普通に履けばかっこいいんですけど、あ、なるほどね、そうじゃない人、うん、なんでこのカーゴパンツちょっとドシッと履こうと思ったら単発難しいかっていうと、はい、なんでなんですか、まあ、こっちが視覚的に下に落としてるんやけど、うん、はい、この髪がやっぱこう単発の人って上に行ってるから、る、ね、こっちはねこう視覚的に軽いんで、うん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 、その重心のバランスが取れてないというか、なるほど、こう降りてきてたら、そうそうそう、ゆったりしてもらえる、この降り降り、あ、降り降臨してる降臨感じがね、俺降ってきた、俺ってなるとやっぱゆったりしてるズボンも似合いやすい、なるほど、福太郎さんも多分これぐらい単発にしたら、ね、ちょっとワードローブ変わってくる、怪しいねっていうのはあると思う、やばいかもね。じゃあその中でどうやってね、そうですね、着ていこうかっていうと、まあ、はい、キーアイテムが一つあるんですよね、なんか、まあ、よくワイドカーゴとかっていうと、はい、なんかゆったりしたカットソーってイメージあるやん、あります、あれ結構ね単発派は爆死します、あ、 NG と、やっぱりこう、うん、日本人の顔って、はい、こう単発にするとちょっとだけ幼く見えてしまうというか、なるほど、ね、若く見えてしまう、若返りました、はい、どうもトエです。確かにね、ちょっとね若いね、新卒2年目ぐらいの感じになっちゃいましたけど、これからの子をね、まだなんか輝いてる子ね、3年目からちょっと曇ってくるからなんですけど、はい、やっぱりそうなると、うん、オーバーサイズの T シャツってちょっと子供っぽく見えちゃう、あー、なるほどね、で、うん、カーゴパンツもゆったりしてるとなんかこう垢抜けてない感、あ、ここはシュッとしてるのに、そうそうそう、大きい大きいではあかんと、そうそう、まあ顔面力が著しく優れてる方にはちょっとね、うん、あまり無縁の話かもしれないですけど、何してもいいですからね。このチャンネルはファッション系 YouTuber で唯一顔面力に言及するチャンネルなんで、あの、タブーとされてますからね、タブーとされてるから、ね、そこに切り込むという、そうそうそう、チャンネルでございますっていう我々からするとね、はい、やっぱそれじゃ難しいと。なるほど。じゃあ何近年っていう話なんですけど、はい、こちらです。
ストライプシャツですね。おー、なるほど。こちらは皆さんがね、取り入れやすいように、ちょっとすみません、持ってくる過程でシワが入っちゃったんですけどあの、ユニクロのプラス J のはい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 、ストライプのシャツジャケットですね。ジルサンダーですね、すごいね。そうそうそう、うん、で、こういう感じのを、こう、入れることで柄としても、なんていうか、うるさくなく、いい感じに、なんていうかな、いいですね、この面積を埋めてくれるまあ、ムジムジよりかはね、そうそうそう、いいね、味付けをしてくれるというか、単発の人がこう、変に鬼柄入れてしまうとちょっと難しいですよね。難しいですね。だけど、ちょっとこのストライプでこのよく味付けしながら、こういう感じでね、いや、これはもう単発とワークをつなぐ絶妙の色と柄ちゃいます？すごいねただ、まあ、それでもね、私の場合、かなりレベルの、中の下ぐらいの農民顔、農民顔、我々はそれだけでもやっぱ足りないとなったら、ちょっとね、もう逆に髪の毛みたいに上にこう、なんていうか、アクセントというかね、重さつけちゃうみたいなね。もうほぼ髪型みたいなもんやもんね。そうそうそう、帽子ってもう髪横垂らしてるぐらいの感じでキャスケット垂らしちゃう。なるほど、ずらしたらしね、ずらしたらしね、まあこのチャンネルでしか言わない技名ですけどベレー帽片方ずらしたらし今回はキャスケットで。なるほど、まあそういう感じで、ちょっとこういうね、めちゃめちゃいいやん、味付けしてみるとどうなんでしょうというところですね。めっちゃいいやんこれ。でもそれでも、いや、こなれたね、投影こなれ感足りてないぞということになったら、さらにね、このオールドコーチバッグも古着にというかヴィンテージ寄りにしちゃうみたいな、なるほどね、感じでちょっとなんとか雰囲気を足していこうと思います。こなれ度、これ60やけど、これでも80ぐらいまでいきましたね。グッといったとね。じゃあちょっとこの感じを着てみようと思います。いいっすね、行ってみましょう。はい、ということで、ちょっと若々しくめちゃめちゃ良かったね。ちょっと若くなっちゃったけどね、ああ、まあまあ、でも爽やかよ、爽やかやった、ありがとうございます。はい、まあ、こういう感じで、ちょっとカーゴパンツとか手出したいけど、はいはいはい、いつものファッションのちゃうしなって人はね、ぜひこのストライプシャツ、いやー、ええね、と思います。絶妙なマリン感があるもんね、こういう感じで。ちょっと同系色というか、そうですね、コンコンとか上ブルーとかでいくと合わせやすいかなと思います。絶妙やな。で、まあこれはしかもシャツジャケットやから丈感も短くて良かったっていうのがあります。これいいっすね、ここね。そうですね、こういう感じでちょっとストライプでボックスシルエットのシャツ、はいはいはい、おすすめかなと思います。正直帽子とオールドコーチは上級者なんでなくても別に全然成立してたから確かにこれはまあプラス1とプラス2で考えたらめちゃめちゃいいんちゃうかな。これはちょっとね、YouTuber としての保険の都合上ね、教授ね、そうそう、プライドの話。いやー、これ4000円はなかなかいいですけど、まあ一応リンクは貼っとくんですけど、はい、もしかしたらペンキまみれの当たるかもしれないですね。まあその福袋なんでね、何が出るか分かんないというけど、現状レビュー1個しかついてなくて、楽天に。おう、その人も綺麗なの届いたっていう。今のうち早いもん勝ちかも。そうかな今そんなね、さすがにめちゃくちゃなやつは来ないですよね、多分。まあけどペンキが、こう白いペンキがバッチってるみたいな、はいはいはい、まあおしゃれの範囲のペンキかなみたいなのは来ると思います。なるほど、はいはい、いや、まあけどこういうちょっと色抜けてるぐらいが俺ロイヤルネイビー好きやから、はいはいはい、いや、これめ超当たりちゃう、ね、超当たり超当たりなるほど、まあけど確かに使いやすいよね、これ案件ではない、案件ではない、案件ではない。数ある YouTuber がワイパーさんから案件をもらってるんですけど、俺はもうウェイパーと言い間違えるような男なんで案件は来てないです。古着やけど、ちょ、中華によっちゃうね、そう、そうね、ウェイパーやと。ちょっと、ちょっと違う。いやけど、あの綴り絶対ネイティブに合わせたらワイパーってまあでも A と I ですからね。そう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 、うん、読むと思いますけど、案件ください、すいません、お願いします。まあけど、まあ、案件が来たらね、やらせてはいただきますけど、はい、まあ、基本的にはまあ元々ね、はい、買い物を用してるんで。あ、なるほどね、もう、まあ、読み方知らなかったけどねなるほどね、用させてもらってるんで。なるほど。まあ今後もなんていうか、はいはい、こういう買いやすいというかね、うん、ウェイパースじゃないわもう修復不可能なとこまで定着してない、染みてる、記憶が定着してる、旬でる
あのワイパーさん、ワイパーさん楽天とか、うん、ヤフーとかにもあるんで、まあ、買いやすいかなと思います。そうですね、うん、なのでまあリンク貼っとくんで、ちょっとギャンブラーの方は、はい、そうですね俺はこれを買う金も今回の宝塚記念で払ったから。おお、ギャンブルからのギャンブル。そうそう、カイジやん、脳焼かれてるやつやもうギャンブルで食べてやってから、そうそうそう、気持ちよくならへん。そうそう、アドレナリンそれしか出へんよなって。いやまあこういうちょっとギャンブル兼ファッションのチャンネルではないんですけど、ないですけど、はい、まあ、普段は古着だけじゃなくて、ふたろさんみたいにデニムが好きやったり、ね、はい、革靴が好きやったり、こういう大人のね、なんていうか、そうですね、ワードローブというか、はい、なんていうか、まあ、あんまり肩肘張らない大人のワードローブみたいなのをやってるんで、ね、興味ある人はぜひ見てってください。お願いします。今回はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。